続いてはデータをもとに地域の課題を掘り下げる数字で見る佐賀のコーナーです。今日は佐賀県の人口についてです。取材した川野アナウンサーです。よろしくお願いします。まずは早速こちらをご覧ください。こちら先週県が公表した最新の佐賀県の推計人口になります。では森さん、はい、最新の佐賀県の人口何人ぐらいだと思いますか。まあ、佐賀県全体で、まあ、およそ80数万人ぐらい。お、結構鋭いですね、うん、かなと、はいはい、正解はこちらです。80万138人ということで、はい、こちら前の月と比べると400人近く減少していまして、うん、近年の動向を見ると年内にも80万人を割り込むのではないかというふうに言われているんですね。ちなみに80万人を切れば戦後初めてということになります。そうなんですね、はい、私が若い頃は88万県民ってよく言ってた印象があるんですが、うん、はい、だいぶ減ってしまったんですね。そうですよね、本当に長年続いてきたこう人口80万人時代ということになるんですけれども、佐賀県の人口がどういうふうに推移してきたのかグラフで見ていきます。記録が残っているのは1883年からです、はい、そして注目はこちらですね、うん、終戦の前後で70万人から90万人と、もう本当に10年ちょっとの間に20万人近く増えました、うん、はい、そうなんです、うん、そして1955年に佐賀県の人口が史上最多となります。この人口何人だというふうに思いますか。このグラフで見ると97、8万ぐらいですよね。そうですね、かなりヒントが、ね、この辺にありますけれども、はい、正解こちらです。はい、97万3749人ということで100万人に迫っていた時もあったんですね。でこの辺の人口の急激な伸びのことを人口過剰時代とも言っていたそうです。この頃はなぜこんなに人口が増えたんですか。はい、調べてみるとですね、はい、こちらの佐賀県政史という書物があるんですけれども、はい、ここに記録が残っていました、はい、1979年に発行されて県庁に保管されているものなんですけれども、はい、この書物には人口増加の理由がこのように記されています。今からおよそ70年前、人口が急増した理由について、大量の復員引き上げ者などの流入、つまり戦争が終わって多くの人が佐賀に帰ってきたことを挙げています。さらに公衆衛生や医療の進歩による乳幼児の死亡率の低下や寿命の延びなども指摘しています。さらに中でも佐賀県の戦災が近少、まあ、他の県と比べると少なく住宅事情がいいことなどから復員引き上げ者は全国的にも多かったということなんですね。そしてグラフに戻りますけれども、はい、1980年代からしばらくは、先ほど鶴丸さんもおっしゃった、80万県民という言葉がよく使われました、はい、そしてその後は、まあ、主に少子化の影響で右肩下がり、現在25年連続で人口は減少しているということなんですね。25年連続なんですね。そうなんです、はい、人口減少は、まあ、全国的な問題かと思うんですが、うん、佐賀の人口このままやはり減り続けるという見通しなんでしょうか。はい、将来の推計人口というのが出ているのでこちら見ていきます。見てみますと75万人からずっと減っていて、2040年には69万6815人ということで、あと20年経たずに60万人台に入ると推計されているんですね。人口が減ってしまうと、まあ、医療とか飲食、そして小売りといった私たちが普段当たり前のように受けている、まあ、生活のサービスが徐々にこう縮小してしまう、そういった可能性もあります。人口の減少について県の担当者はこのように話しています。実際いろんな現場ですね、介護であるとか福祉、まあ、農業、建設業、ものづくりの産業と、まあ、いろんな現場で、まあ、人が不足している、人材が不足しているという声を聞きますので、まあ、そういったところに影響というのは出ているというのが、まあ、改めて感じさせられるところだと思います。人口減少というのはもう避けて通れない問題だと思いますので、そこを今回その70万人という形になりますので、改めて人づくりとか人への投資、そういったことを県としても力を入れていく必要があると。うん、
人口減少避けられないということでしたけど、まあ、その中で実際にどんな対策をするのかというのも難しいですよね。そうですよね。先ほどインタビューで人手不足という言葉がありましたけれども、今後のテーマの一つが県内就職率の向上です。こちらご覧ください。実は佐賀県は15歳未満の割合が全国で3番目に高い、一方で高校生の県内就職率は 66.6%、 これ年々増加しているんですけれども、いまだに全国で6番目に低い数字となっているんですね。3分の2にとどまっているということですね。そうなんですよね。近いうちに佐賀県の人口は戦後初めての70万人時代に入っていくことになります。今後はいかに佐賀県の魅力を発信して、特に若い世代にいかに佐賀県に残ってもらうかというのが今後の人口戦略の一つとなりそうです。ここまで川野さんとお伝えしました。